大会まで残り21日でアサイープロテインスムージーいただきます。ヒーリング。これコストコで買ったやつ。ミニティーを作りました。大会まで残り21日でダイエットは136日目です。からだいぶ体重がちょっと落ちてきたと思いませんか？モフモフタイムですか？ティーちゃん。はい。眠ってー。おー。おはようございます。ももです。今日は土曜日ということで、今日は8時過ぎまで寝てしまって、フィーちゃんを起こすのがずいぶん遅くなってしまって、ちょっと朝からフィーちゃんはおこおこでしたけれども、で、フィーちゃん、怒ってたね、フィーちゃんね。家にいるときは基本フィーちゃんファーストですので、フィーちゃんがね、言うことが全てですよね。フィーちゃんさん、もふもふしてって言ったらもふもふするしね。いつも朝起きて、ご飯とかいろいろ食べて、私もこの体型とかいろいろ撮影したらこうやっていつもモフモフタイムが始まりますね。なんかね、いつもね、ほんとね30分ぐらいモフモフしてるんですよね。ー気持ちいいですか？あー、いい匂い。フィーちゃん脇もいい匂いだ。今日も最近ちょっとね、平日本当にドッタバタしているので、今日余裕がなくて、なんかあんまり動画回してないんですけど、休日だったらいつもこうやってゆっくり喋りながら動画回せるので、まあ、今日も休日ということで、今日は有酸素をね、しに行きたいと思います。川にね、泳ぎに行こうと思います。で、昨日ね、私夜疲れちゃって、もうご飯も食べずに寝ちゃったんですよ。だから、ちょっと空腹有酸素しようと思ったけど、なんか危ないので、一旦ご飯食べて、今から、有酸素、水泳、泳ぎに行きたいと思います。で、今日はね、フィーちゃんと一緒に、フィーちゃん出れないんだけど、まあ、フィーちゃんは、日陰でね、ちょっと気分転換にならないかなっていうので、日向ぼっことかをさせながら、私は泳ぎたいと思います。先にね、水着にもう着替えました。今日は先週コストコに行ったんで、アサイープロテインスムージーを作りたいと思います。アサイーとピーチピックのバナナミルク味を一緒にブレンドして飲もうと思います。バイタミックス持っとくとマジでスタバのフラペチーノ系とかもうめっちゃ作れるから、私これコストコで買ったんですけど、ちょっと高いけどこれめっちゃおすすめ。1個文句言うとしたら、でかすぎてちょっと収納に困るっていうのがある。で、ピーチピックのプロテインを 30g 入れて、コストコで買ってきたグリークヨーグルトもちょっとだけ入れようと思います。100g 入れるか。氷をちょっと、水ちょっと、びっくりしないでね、回すからね、今からね、分かった？うん、よし。なんか本当はさ、ボウルに入れての食べようと思ったのに、すんごいトロットロになっちゃった。普通のスムージーになってしまった。アサイープロテインスムージーいただきます。普通にめちゃくちゃうま。ピーチピックのプロテインはめちゃめちゃ甘さが控えめだから結構すっきり飲めます。さっき飲んだアサイーヨーグルトの PFC バランスはカロリーは279で、タンパク質が 28.4。 ちょっとね、脂質が思ってたより高かったです。 11.4 でした。私今基本10から20の間に抑えてることが多いので、ちょっと、昼と夜は脂質もうほぼほぼカットでいこうと思います。それ1杯で279ってまあまああるよね。じゃあ今から準備をしていきたいと思います。着きました。ここです。もうね、誰もいないの。たまに人いるかもしれないけど基本いないですね。ここね、昔の小学校跡で、ほんと昔ながらの小学校がまだ未だに残ってます。山の中だからめちゃくちゃ涼しいんだよね、フィーちゃん。今日は一段と透き通ってる気がする。ヒーリング。で泳ぎ終わりました。途中さ、子供連れの家族が来てて、まあ、泳いでたんですけど、私さ一人でここで泳いでるじゃん。しかもピーちゃんと一緒に来てるからさ、何この子って絶対思われてそうでちょっと恥ずかしかったんですけどすぐ帰られましたね。ちょっと泳いで、私は約1時間ぐらいここでゆっくり過ごしてました。めちゃくちゃ今日ね、さらに透明度があってマジでやばい。今日めちゃくちゃ綺麗だね。本当に行くんだったらやっぱ朝か、まあ、お昼がいいですね。川は。いや、ここは本当に全然人がいないので、私の穴場スポットです。ただ結構深いから浮き輪が必須ですね。浮き輪持ってきた方がいいかもしれない。いやーマジでやばい。めちゃくちゃ綺麗本当に。帰ろっかね、帰ろうね。よし、帰ります。というわけでお昼ご飯はティラピア、これコストコで買ったやつで、これもコストコで買った冷凍のお芋なんやんけど、茨城県産の弁天なんちゃら芋なんですけど、これねめちゃくちゃ美味しい。だとお母さんが作ってくれたなんかお酢の大根と人参の和え物とごぼうの煮物も一緒にちょっと今日は食べようと思います。なんかね、いつもこんな綺麗に盛り付けないんですけど、今日動画撮るからと思って気持ち程度には一応やってみました。はい、ね、ちょっと今日はめちゃくちゃなんかね、さっき泳いでめっちゃ疲れたっていうのもあるし、なんかねさっき泳いでめっちゃなんか疲れちゃった。なんかやっぱ水泳ってなんかなんだろう、なんかめちゃくちゃ後ですごいドーンと疲れきません？なんか有酸素でもなんかこう歩いたりとかサイクリングとかはそんなになんかズドンってして疲れこないんですけど、なんか先週もやったんやけど、泳いだ後のなんかこの後がめちゃめちゃ体がだる思って感じ。自分の体の写真をちょっと撮ってて、なんか肌が白すぎちゃって、なんか個人的にはやっぱり日焼けしてる時の方がなんかまだ肌が締まって見えるというか、あ、いいなと思うんですけど、肌白いとやっぱ、肌白いのは白いので私すごい好きなんですけど、なんかこう筋トレしてて筋肉美っていうのかな。でヘルシーなボディだとやっぱ日焼けしてる時の方が私は個人的に好きだなっていう感じなんだけど、なんか前までは本当に日焼け肌なんて絶対ありえないって考え方だったんだけど、筋トレしてからあ別に日焼けしてる自分も全然いいじゃんって思えるようになって、なんかこう日焼けもなんか怖くなくなりました。もちろんその老化とかなんかそういう老けとか、まあ、そういうアンチエイジングのことを考えるともちろん日焼けしない方がいいんですけど、まあ、でもね、まあ、今をこう楽しむじゃないけど、逆にこう日焼けを楽しめるのも、ね、今のうちなのかななんて思ったりしてて、逆に今までこう日焼けを楽しむことが分かんなかったから、なんか逆にそれをその楽しさをなんか知れて。私はめっちゃ嬉しいです。はい。まあ、ちょっと腕だけはね、ちょっともともと日光で日焼けはしてるんですけど、他のところがね、全然日焼けしてないので、日サロちょっと行こうかなーなんて思ってます。ジムについてるね。わかんない。ちょっと悩んでます。とりあえずどうするかは後で決めようと思います。ちなみにティラピア何もつけなくても、ほんのり塩気は効いてるんですけど、私はいつもタバスコをぶっかけて食べてます。なんかもうできるだけ調味料とかもまあシンプルになるようにはしてます。なんかやっぱこう減量中ってこうできるだけ素材の味を楽しんでる方がなんか逆に良かったりするんですよね。なんでこのトリュフ塩とかこういうアイテムを使って私は減量中はよくまあしのいで、なんか全然でも辛くないの。なんか本当にこの塩と胡椒だけとかハーブソルトだけとか、まあね、辛みを足したかったタバスコとかでやってるんだけど、なんかねめっちゃ今のところ苦ではないです。ちゃんと食べてはいるからね。ただその摂取カロリーが低いっていうのがあって、やっぱこう強度な運動筋トレとかするってなってくるとちょっとやっぱ多少はきついっていうのはありますけど、それ以外はね全然大丈夫です。スイーちゃんどうだった？チルできた？できたチル。俺も食べた。うん。美味しいよ。じゃあ今から食べたいと思います。ちなみに私めちゃくちゃみんなからびっくりされるんだけど、このタバスコめっちゃかけるんですよ。もうどんだけかけるんっていうぐらい、私タバスコ教だと思うの。マジタバスコすごい好きで。うん。うんまっ、この芋もねっとりしててめっちゃ美味しい。マジスイーツみたいな感じ。マジでスイートポテト、まあスイートポテトなんだけど3食目は卵かけご飯です。お米は 100g です。最近ちょっとなんか暑くて食欲がなかったりするときは卵かけご飯で食べたりしてます。これやったらね食べれるから。じゃあいただきまーす皆さん聞いてください。川を泳いだ後ですよ。なんか熱中症みたいな、ちょっと体がすごいなんかずっと暑くてだるくて寝てました。結構もうほとんど寝てて、気づいたらですねもう10時半ぐらいになってたんですね。本当に信じられない話なんですけど、私の今日の予定はですね、水泳した後に筋トレに行って、さらに有酸素を1時間してめちゃめちゃ体を動かして、今日は絶対頑張ろうと思ってた日だったんですけど、見事にこのタスク全て水泳以外できてなくて、なんか罪悪感やばすぎてさすがにやばいかもということでして、ちょっと今もう夜の10時半なんですけど、家トレ、宅トレしようと思います。なんかね、てか川に行ってめっちゃいろんな虫に刺されて、なんかブヨだっけ、なんか大きい虫いるやんか、なんかあれにめっちゃ噛まれたのね、5回か6回ぐらい。なんか今になってめっちゃかゆくてっていうね、もうまあいいんですけど、まあっていうかみんなにちょっと聞いてほしいことがあるんだけど、サンプルなんだけど見てください。ピーチピックの T シャツがちょっと作ろうかななんて今思ってて、フィットネスウェア関係を、はい、ちょっとまだこれサンプルで多分変更予定はあるんですけど、ミニ T を作りました。ちょっとおへそぐらいまでのある T シャツなんですけど、黒とピンクと白、他にもなんかいろんなデザインちょっと今いろいろ考えてはいるんですけど、まあ、販売できそうであればまた告知しようかなと思っております。じゃあちょっと黒の T シャツ着ようと思います。私が着るとですね、 M サイズなんですけどすんごいピチピチなんですねマジでピチピチ。多分筋トレとかしてなくてもともと体が細い方とかはもっと余裕があると思うんですけど、私ちょっと筋トレもしてたりとかするのでだいぶごついという。強そう、大丈夫かな。それだけど、まあ、こんな感じでミニ T シャツなのでトレーニングウェアとしていかがですかっていう感じです。ということで今から背中トレやっていきたいと思います。そういえば後で皆さんに中国で届いたものを皆さんにまたご紹介したいと思います。これもね届いたやつ、この前。めっちゃ可愛くない？これ、このフィギュア So cute。 約50分ぐらいかな、やりました。終わり。本当はこの後有酸素をね、このバイクで漕ぎたかったんですけど、ちょっと疲れちゃったのでもう今日はここで終わろうと思います。まあ、あと大会まで明日でちょうど20日になるので、体重の落ちてるペース、落ちてきてはいるんですけど、700キロカロリーにしたからといってなんか信じられないぐらいズドンとやっぱ落ちるわけではないなっていうのをすごく実感しているんですけど、まあ、見た目的にお腹の周りがだいぶシュッとしてきたかなっていうのは感じられるのでちょっと、まあ、正直めちゃくちゃ自信はないんですけど、まあ、引き続き諦めずに走り抜けて頑張りたいと思います。じゃあまた次のダイエット Vlog でお会いしましょう。バイバーイ。